では、まあ、せっかくなのでタックの動作について説明しときましょう。でまず、まあ、暇があったらですね、ドメインシートは必ずこう足にぐちゃぐちゃに絡んでいないような状態にしておくことが望ましいです。でタックに入る前の動作として求められるのがまずはシートですね。今シートをすぐに取りに来ます。でタックの後には後ろ手で持ち替えるので必ずその後ろ手で持ち替える分のこの分です。この分を手元に持ってきておく。それからバングです。これはこっち側にあるとタックした後片下に行っちゃうので向こうも。で僕がよくやるのは今みたいに流れちゃうのでそこにかける。これもやっています。それから谷があるんですね。これもこっち側にある。でタックがどうもうまくいかないっていう時の、まあ、共通の、まあ、自分の反省点でもあるんですけどは前から目を離してしまう。例えばタックするときに下を向いちゃってるっていうのが結構タックがうまくいかない原因の一つです。でタックをするときは必ずずっと視線は前から外さない。ちょうど今日このカメラをつけてるのでちょっとそれが分かると思います。タックをします。足を振ってで今タックしまして、これで後ろ手ですね。これでタック直後は必ずこう後ろ手でティラーを持つことです。その時に持ち帰るためにこの長さ、さっき緩めといたこの長さが必要です。でこれをここまで持ってきてでここで持ち帰る。こう取れば、もっと強風になったら今みたいな取り方ができませんので難しいですけど、もう一回やってみます。まずはカニガムと待ちます。バンは普通にこのくらいにしましょう。でシートを入れて、ここで必ず後ろで正路をしっかり取りにしながら、で持ち帰るのはきっちりとスピードに乗った後ですね。で練習するときはこのティラーを離しちゃう癖がある人はそれを絶対に離さないように練習するべきです。ティラーを離してしまうとは最悪なので必ず離さないように練習してください。ご質問に対するご回答でした。